キリスト教入門。はい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 、ハロー。キリスト教入門。はい、それのですね、今日は6番目、なんとなんと巫女なる神、イエスキリストについて学んでいきたいと思います。それではですね、ちょっと簡単にお祈りします。天の父なる神様、どうかあなたが私たちに教えてください。主イエスキリストの御名でお願いします。アーメン。はい。あのですね、この、巫女なる神、イエスキリスト。この方について、もう本当にね、すごくたくさん、言うことがあるんですけど、まあ、入門編なんで、非常にこの短く、もう本当にごく一部だけ、紹介させていただきたいと思います。ほんで、この、イエスキリストという人、まずですね、はっきり言えることは、この方は実在した人なんですね。本当に実際にこの歴史をいてはった。人によってはね、イエス・キリストは実在しなかったんちゃうかなんていうちょっと人いてはるんですけど、もうそんなこと言うてたら、クレオパトラだって、ジュリアス・シーザーだって怪しくなってくる。何が言いたいか言うと、例えば、そうやな、つい200年前の、あなたのご先祖の、で、おじいさん、あるいはおばあさんが実在したいう証拠をどうやって証明する？いや、もう正直言うてね、もうカメラもビデオもなかった時代の人を証明する言うたら、まあ、はっきり言って、その証拠となるもの、例えば文献やとか、織田信長がいた、言うたら、それに対する文献がいっぱい出てくるじゃないですか。結局、イエス・キリストについては非常にたくさんの、まあ、書物、文献、また、この方がいないと、歴史のおかしい。ものすごい影響力を与えた、実在した人である。で、しかも、私たちの歴史にすっごい影響力を与えて、なんていうの、この人実際には3年半しか活動しないんですよ。しかも、30代の前半で多分、亡くなった。非常に若くして亡くなった人なのに、すごい影響力が、私たちの考え方にも影響してて、クリスチャンじゃない人でもね、隣人を愛しなさいとか、なんか左の頬を打たれたら右の頬を差し出しなさいとか、なんか、イエス・キリストが言うた言葉を、もうたくさん使ったりするんですね。ものすごい私たちの考えや思想、にも影響したし、まあ、正直、ただもんじゃないですよ。で、それでいて、多分ですね、最も憎まれた人かなと、もう2000年前の方なんです。でも、この2000年間、もしかしたら最も憎まれて、今でもたくさんの人が憎んでたり、でも、反対にものすごく愛された、ものすごくたくさんの人に愛された人でもあると、とにかくただもんじゃないですよ。ほんで、しかもね、私たちにはこの聖書、この聖書そのものは非常に変わった書物なんですけど、この聖書にこのイエス・キリストに関する記述が、まあ、ものすごい載ってると。で、この聖書を元にしたら、イエス・キリストは、まあ、ちょっと例えで言うと、どんなことが分かってくるか、ちょっと次の、ちょっとグラフ見てもらったらいいんですけど、まず神様やんですね、聖書では。んで、それからやっぱりこの世の人でない、なんか天から来たとか、それからそれでいてちゃんと肉を持った人間やったと。で、でも人間やいながら昔からいてるとか、んで、その極むつけるか最も驚きなのが、戻ってきます。これ、イエスさん自身が私また戻ってくるよ。2000年前の人で、2000年前の人が私戻ってくるよ。まあ、とにかく、ただもんじゃないです、イエス・キリストは。もう、普通じゃん。で、第一、神様やって聖書はっきり書いとんですね。ちょっとその部分だけちょっと読むと、テトスの2-13にこう書いてあります。祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教えさとしたからです。それだけじゃないです。第二ペテロの1-1、読んでいます。イエス、キリストのしもべであり、使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり、
救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた人々へ、それからですね、第一ヨハネの 5-20、 しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真の神、永遠の命です。うわー、まあ、超驚きのこと書いてますけど、イエス・キリストは神様やうわ、しかも戻ってくるとか、でもなんか肉体持ってたとか、どないなってんねん。次の御言葉、第一ヨハネの 1-1、 それから第一ヨハネの 1-14 読んでみると、このイエス・キリストはどうも言葉なる神様が人間になった人のように書いてあるんですね。ちょっと読んでみます。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ヨハネの 1-14。言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。まあ、今まで読んだ箇所をこう総合的に判断すると、言葉なる神様のそのお方が、言葉なる方がなんと人間になった、人間の体に入って人間になった、このマリアちゃんという女の子を利用して、でこのマリアちゃん、マリアさんから生まれたんですけども、その肉いか、まず人間になった、神が人間になった人やと。いや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 、超驚きのことが聖書には書いとんですね。で、しかもそれだけじゃないです。神様やから、例えばですね、ヘブルの 1-2 にはこう書いてあるんですね。この終わりの時には、御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者として、また、御子によって世界を作られました。うわぁ、ヘブル書読むと、御子によって世界を作った。で、またですね、コロサイの 1-16 を読んでいます。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。まあ、この聖書の歌詞を読むと、イエス・キリストはまず神様やと、でも神が人間になった人やと。しかもですね、この人、創造主、すべての万物を作った。作った人。うわぁ、聖書の一番最初に神が天と地を作ったって書いても、その神様やんですね。もう、すべてを作ったお方やと。これ驚きですけど、でもそれと同時に、聖書はですね、この人は、人間のところも出るんですね。人間？人間になった？例えばヘブルの 2-9、読んでみるとこう書いてあるんですね。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人に味わられたものです。イエス・キリストは本当にしばらくの間、本当に短い期間、ある一時期、天使よりも低く、神様のね、天使よりもある一時期低くされて、しかも死んだ、肉体を持ってるんで、まあ死ぬことができる。神様死んだら、神様死ねないんちゃうの？死んだら全部終わってまう。でも、この方は人間になったがゆえに、まあ、神様やのに死ぬことができた。しかも、すべての人のために、死んだと。体持ってたっていうんですね。ヘブル書の 2-14 から15にもこう書いたんですね。そこで子たちは皆、血と肉とを持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これはその死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放するためでした。
なんとイエス・キリストは神様が人間になった。でもその肉体の中に入った。だから人間なんですよ。でも、私たちの身代わりとして死んだ。そんなことが聖書書いてるんですね。しかもね、非常におかしいのは神様なのに、と思うとこなんですね。マタイの24-36、こう書いてあるんですね。この天地は滅び去ります。しかし、私の言葉、決して滅びることはありません。ただし、その日、その時がいつであるかは、誰も知りません。天の御使いも子も知りません。ただ、父だけが知っておられます。このマタイの歌詞を読むと、なんと、天の神様だけがこの世の終わりの日を知ってると。いつ来るか知ってる。しかも、天使も子もしない。子って、ここで言う子っていうのはイエス・キリストやと思われるんですけど、イエス・キリスト、神様ちゃうの。全知全能やろ、神様。全知すべて知ってんねやろ。しかも、このイエス・キリストが万物を作った創造主や言うんやろ。それやのに、なんで知らないん？世の終わりの日は、父なる神しか知ってる。で、ただ先ほどのヘブル書を読むと、ある一期間だけ、天使よりも低くされ、肉体を持って完璧にも人間になってる。ある一時期だけ、人間としてのどうもリミットがある。正直言って、このマタイの箇所だけじゃなくて、イエスさん私知らない言うた箇所だけじゃなくて、ある箇所では、イエスが子供と生まれて、だんだん知恵がついてきたのこと書いてる、ルカの、2-25、だんだん大きくなって、まあ、成長した人間として、だから子供の時は知らないことがあって、神様やのに待って人間として育ち、で、ヨハネの4-6見ると、人間が疲れたとか、それから、ルカの4-2言うと、お腹すいたとか、ヨハネの19-28では、喉が渇いたとか、神様やのに、まあ、人間としてのこれリミットというかな、あえてある期間だけ、自分が神やのに、あえて人間になってる、で人間としての、まあ、リミットというか、人間として生きてる、そんな不思議な人なんですね。ピリピの2-6-8読むとこう書いてあるんです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しく死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。なんと、イエス・キリストは聖書によると 100% 神様で、なんと万物を作った創造主なんですけど、自ら自分を低くして人間としての生まれ、そしてそのある期間、この地上に人間として現れた。しかも、十字架の死を死んだ。まあイエス・キリストいろんなこと言えますけど、これ結論から言わせてもらうと、イエス・キリストは誰か、一言で言います。誠の神、誠の人なんです。つまり 100% 神様。でも 100% 人間。しかもこの地上におられたある短い期間は、もう人間としてイエス・キリストは歩まれて、これね、非常に難しい。これハイパセティックユニオンって言うんですけど、英語で。ハイパセティックユニオン。日本語で何ていうか、ちょっと私、アメリカの進学校行ったんで、あれなんですけど、よく知らないんですけど、ハイパセティックユニオン。これ、神様が人間にどうしてなれんねんっていう問題なんですね。しかも人間やった頃は、神でありながら神として生きてない。これはね、ちょっと、いい例えかどうかわかんないですけど、私が例えば、アリになったとしようよ。そのアリの世界を救うために。なんかしら、アリ。ほんで、今までは自動車も運転できたし、それこそ、人間としてもうできることをアリになって思ったら、僕自身がよ、アリになったら、あれ、高いと、アリになったらもう風が飛んできて、ふーっとふー、あれされるし、大きな、なんや、虫が出てきたら、いや、食べられるんちゃうか、とか、ありになったら人間としてできたことが、まあ、あえてやらない。でもイエス・キリストは 100% 神様だったから、十字架の前だって、
もう何万っていう天の軍勢を今送って自分を救おうさると思ったらでけたんやけども、あえて人間に、なった方、自分を低くして、で、その理由が私たちを愛しておられる、誠の神、誠の人なんですよ。ですからですね、まあ今日は御子なる神について学びましたけども、このハイパセティックユニオン、イエス・キリストは 100% 神様ですが 100% 人間で、しかもこの地上におられた期間はもう自分の人間として生きられたと。だから十字架の死の前のゲッセマネの恐怖、もう怖さも、そして実際に十字架で殺された時に痛み、苦しみ、悲しみ、人として私たちと同じように生きられて、そしてまあもう亡くなられた方なんですね。まあそういうことで、イエス・キリストは、誠の神、誠の人であるということを知っておいていただきたいと思います。それでは今日の入門編、終わります。天の父なる神様、感謝します。主イエス・キリストの御名でお願いします。アーメン。それではまた来週。バイバイ。